皆さんこんにちは、ガマちゃんズチャンネルです。今これを撮っているのは11月中旬くらいなんですけど、だいぶ寒くなってきました。そこで出てくるのが冬眠させるのかさせないのか問題。我が家にはもともと大きいヒキガエルが3匹いてですね、その3匹は去年の夏にお迎えをしたんですけど、冬眠はさせませんでした。なのでこの子たちも冬眠をさせないでそのまま過ごしてもらおうかと思っているので、飼育環境を冬用に変えました。もう冬は平気で氷点下が当たり前の寒い地方なので、結構ねがっつり冬仕様にしないといけないということで、やったのがこれです。じゃん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 、温室ハウス。ホームセンターとかで園芸コーナーに売ってるやつです。本来お花とかそういったのを置いて育てるんだと思うんですけど、我が家ではこれをヒキガエルたちの冬のお家ということで、去年までは2段のハウスにしてました。今までの動画見てくださってた方はもしかしたら気づいてる人いるかもしれないんですけど、夏とかの動画ってこのビニールがない状態で、この中の骨組みはそのままにしてビニールだけ取って、下段が飼育用のものを置いていて、で上段がこのガマちゃんズ3匹っていう感じの2段構成だったんですけど、今年からこっちのねチビちゃんズが総勢27匹新たに加入しましたので、2段じゃちょっとスペースがないっていうことで3段のものを急遽買ってきました。こんな感じです。まあまだ11月なので氷点下になったりっていうことがないので、この温室ハウスの中で暖房をつけたりヒーターをつけたりっていうのは、まあ夜ちょっとやるぐらいでがっつりはやってないんですけど、暖房をどうしていくかっていうのはまだ、決めかねている状態ではあるんですけど、一応今までのを引き継いで一番上段の上にダントツっていう名前のヒーターを設置を一応してはいます。これは今までの2段の時も使ってたやつです。木2本にダントツをつけてですね、で逆さまにして使ってる感じですね。ガマちゃんズたちにもダントツつけてあげたいんですけど、ちょっとね2段目の幅がこれしかないので、ダントツをつけれそうなスペースがちょっとどうしようかなっていうので、まあ一応前から使ってたこのヒーター、これを蓋の上に敷いて、一応あったかくはなってるのでいいんですけど、真冬ももしかしたらちょっとこれだと寒いかもしれないですね。ちょっと考えなきゃいけないな。一応今これで気温的には25度を超えてる状態なので、今はね全然問題はないですけど、あ、今はこの上のダントツはつけてないです。つけてるのはこのヒーターだけつけてます。で日中は部屋自体エアコンつけてたりストーブつけてたりしてるのであったかいからいいんですけど、夜は蓋してチャックもしてっていう感じです。夜寝るときはねここの部屋ストーブ切るので、こういった感じにしています。
あんたたち、あんたたち冬眠しなくていいんだぞ。あんた、冬眠しなくていいんだぞ。ゆっくり冬過ごしていいんだぞ。あんたたち。かわいい。ああ、立派だね。凛々しいね、あんた。おやぴん、おやぴん、あんたでかいね。おやぴん、立派だね、あんた。ああ、ちび、あんたもでかくなったね。めんちゃん、あんたはいつもでかいね。腹パンパンだぞ。はい、ということで我が家の冬仕様になった飼育環境をご紹介しました。今日の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんな集まってきた。あんた、あんた、動画閉めてくれない？